セーフ。セーフです。とりあえず、セーフ。で、堕落側見に行きます。基本は1ブリで移動して、で、外周から内側を見ると。で、この子は、割と、一発目が、スナグリできたから、そのままブリンクして追ってもいいっていう判断で今回は追いました。フェリックスにばらまこうかと思ったんだけど、でこれ一発殴って戻るかな。もし救助来てたらばらまけるんで、これメグにばらまいていきましょう。もう一人いるね。いや、ネアも殴れたらでかいな。多分ネア近いから、これ釣った後の救助待機に入るんじゃないかな。ここ堕落なんで、ここ釣ってもあんま意味ないから。そこがトンネルじゃないのか。あ、全然トンネルでもいいけど、ちょっと全体に対するプレッシャーがなさすぎたんで、もしあの状況でトンネルしちゃうと、1負傷で3人元気な状態なわけじゃん。で、1負傷3人元気でもしストライク食らった場合、他の3人めちゃくちゃ安全に回せちゃうじゃん。全くプレッシャーないわけ。ラッキーって思ってる、絶対。で、今2人回復したでしょ。で、これでもう遅延になってるわけよ、ずさんな肉屋が。この時点で発電機はもうほぼ回ってないことは確定。破滅が死ぬ。まあちょっとこの人追いすぎな気はするな。うわー、最速で殴ったのに。ちょっとこれは追いすぎなんでやめましょう。で、できれば最初に釣った、さっき釣ったメグとか、がいいよね。リーチ作っておきたいんで。お尻大事だからね。で、はぁ、そうそうそう。で、この子がリーチと、釣ればね。で、ライト持ちがいたんで、一応、壁向いて。で、あっち側、小屋じゃない側が、着いたら、もう3台固めらんないから。だけど、小屋側はまだ1、2、3台あるんで、こっからはこの3台を守る動き。あの2台は捨てね。ってなったらもうキャンプにしていいわけ。もう僕ここ離れる理由ないです。やる。出し跡あると。まあキャッチ失敗してもね、ずさん入れれるから、まあキャッチできたらいいなぐらいで。
まあ、これはラッキー。これはでかーい。これは焦って追わなくていいかな。これを3台固まってる側のもっと奥にすると、そしたら、救助された後に反対側に引っ張りづらくなるんで、多分一番回ってんのはここかな。あ、マジか。そこで止まったのうまいな。サバイバーもこれ固まってんの分かってるから早く抜きたいんだよね。回ってたな。これちょっとストライク食らえないからこっちの人多いかな。オッケーオッケーいい出早読みだ。まあこれでフェリックスが回してたら大したもんだけど、さすがに起こしに行くよね。でおそらく回ってんのはあそこ。フェリックスはやっぱり固められたくないから即抜きしに来ると思うんだよな。ほら、もったいない。フェリックス一発殴りに行きたいな。これストライク食らっててもいいからフェンミオ持つか。起こされたらちょっとめんどくさい。まあしょうがないな。オッケーオッケーオッケー、いい出早読みですよ。これは落ち着いていた治療。足跡がないな。あれ、カラスも飛んでないの。いた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 。まあ残り2台なんで、あとはのんびりやるだけです。
っからハイズレ放置して探すか探さないかはまあ好みかな。僕は探さないことが多い、めんどくさいから。意外と救助来たりすんだよな。そうそうそう。でもこれで1体ついたらついたで、まあ、そこにいるってわかるから。ここにいるか。外周から内側見る索敵マジ大事よ。めっちゃ勉強になりました。メモ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 。いた。中央から外側見ると本当に、なんだろう、見失うというか。見落とすか。お、救助しない。GG、 ありがとう。こんな感じです。まあ、キャッチがなかったら通電か残り1台ぐらいまで行ってたと思うんで、まあちょっとねラッキーな展開ではあったけど、まあ、それぐらいキャッチできたら大きいからね、キャッチは練習する価値ありです。じじありがとうございます。おお、ああいうベルも。もう 1.5 倍か。あ、ツインズ。配信でツインズ見たことあるって。ありがてえな。海外に来かな。英語で喋りかけてきたから多分そうよね。ゴッドインス。ゴッドつ、ゴッドつってた。あれ、あ、グッドかと思った。ゴッドつってた。